はい、こんにちは、ぬれねずみです。ですね、今日はですね、初めての料理動画ということでですね、こちらを用意してみました。今ね、ちょっと説明してたんですけどね、撮れてなかったみたいなんで、まずこちら何を作るかというと、こちらミックスもやしですね。はい、50円引き、朝で50円引きになってました。ミックスもやしと、あと豚肉の細切れですね。豚肉の細切れ。はい、それを使って、まあ、肉野菜炒めを作ろうと。で、自分ね、材料も何にもなかったんで、とりあえず、これ買ってきました。油ですね。サラサラキャノーララ油ですね。はい。で、あとこれ塩。塩もこれ100円ローソンですね。はい。粗挽き塩。まあ、普通の塩でよかったんですけどね。袋を買っても、袋からちょろちょろ出すのもちょっと大変だしっていう、そういうところで、とりあえずこれ買ってみました。はい。で、あともとりあえず胡椒ですね。はい。粗挽き胡椒。これよく見るやつですね。あとこれです。これが安いですね。安すぎてちょっと怪しいんですけど、100円ローソン。でも100円ローソンだからね、大丈夫でしょう。はい。そんな感じです。醤油はね、意外とね、こだわられる方ね、こだわられますんでね。そんな感じ。昔ね、自分もなんか誰かが買ってきたなんか、こだわりの醤油みたいなの作ってたんですけど、引っ越す時にめんどくさくてね、捨てちゃったんでね。だからこのラップですね。ラップも買ってきました。で、肉はね、贅沢な家だったらもうこれ全部使っちゃえってなるんですけど、うちは肉少なめです。まあでもあれかな。タンパク質が足りない人はこのぐらいガッと入れた方がいいんですかね。そう思うとプロテインとかの方が安上がりなのかもしれないですね。で、これを、これですね。これ全部使うのもったいないんで、まあ3分の1ぐらいですかね。肉はともかく野菜をちょっとね取らないとっていうのもあるんで、これちょっとカメラこれ大丈夫かな、変なとこつってね、ちょっと下げて、あれこんな感じです。これ炊事場の前ですけどね、肉をぐらいに分ければいいのかな。これ出すか。まあ、こんなもんですか。これが大体自分のうちのっていうことで、自宅の肉の量ですね。そうですね。かわいそうですね。高校生とかだったらね、もうちょっとね多くしてあげてくださいね。いらん世話ですけど。よいしょ。これ肉ですね。大体そんなもんです。これでまあ5回ぐらい作れればなみたいな感じ。これでもうそのまま冷凍させといて、基本はね肉野菜炒めと焼きそばですね、レパートリーとしては、まあ、あとラーメンですね、インスタントラーメンぐらいなんで肉は使いません。昨日何食べたでね、札幌ラーメン、あれがなんかこう札幌ラーメンでしたっけがなんか売れてるとか、売れてるかなんかこう話題にとかなんかこうなってましたけど、あれどのぐらい肉使ってたんですかね、あれね、結構な材料費になると思うんですよね。これあともうこれぐらいなんですけどね、ちょっとこれもすげえな。これだけで肉野菜炒め調量に作るって言ったらもう耳チーぞって言われそうですけどね、まあいいや、耳チークッキングにしようかな。よっこらせっと。じゃあこれで、これねもうちょっとカットしちゃうかもしれないですけど、一応こんな感じですね。こんな感じの美味しそうな肉ってことなんですけど、これはもう冷凍にして、今日はこの肉だけで頑張って野菜を炒めてみようと思います。これちょっと後で火つけますね。しばらく作ってなかったらこれ電池が切れたかもしれないですね。あれパン2ですね、これ。これつかないってことはこれ電池だろうな。ちょっと失礼しますね。はい、すみませんでした。元栓が閉まってましたね。はい、元栓をちょっとあれして。ちょっと高さを一応フライパンのところにしますかね。この辺。料理動画っていうのは簡単に作ってるみたいですけど、結構手間ですよね。見せながら、はい、すいません。もう今ここですね。これどこで切れてたのかわかんないですけど、こんな感じですね。電池が足りないのかな？音も入ってますよね。じゃあこんな感じで、ちょっと肉をひっくり返したり、まあ、こっちをちょっとあれしたりって感じですね。この方がなんかね、野菜のシャキシャキ感が残るってことですよね。でもこれでね、独身で料理もある程度できるようになっちゃったらね、ちょっと困りますけどね。誰も来てくれないっていうか。はい。じゃあこんな感じですね。これなんでさっき切れてたんだろう。よいしょ。簡単ですね。あれが。こんなもん入ってないな。よいしょ。醤油と。まだ料理道具をね、どこに入れるかもちょっとあんまり決まってない感じですね。あ、でもちょっとそれなりにうまそうになってきましたね。ちょっと肉の油を軽くいただけたらな。あ、でもやっぱガスの方が早いですね、全然ね。はい、そんな感じで。できましたってなったんですけど、入れ物を用意してないですね。で、まあ大体ご飯をこれに入れて、味噌汁とコーヒーカップ兼用がこれですよね。あと、これ前これさ、あ、そうかな。皿前持ってたんですよね。あ、ここにありました。ちょうど良さげなのが。これですね。これ多分、どっかの中華屋かなんかの、その、持ち帰りのこうあれですね。これをだからこれに入れますかね。はい、できました。こんな感じですね。はい、こんな感じでちょっと映ってるかな。できましたね。美味しそうですね。あ、そう、醤油。醤油はそれです。醤油はね、なんかその人によると土井先生かな。なんかちょっと味見じゃなくて、うまみをちょっと出すためにただ入れるんだとか言ってたんで、だから醤油の香りがふわっとしたらもうそれで終わり、なんか香り付けですかね。はい、なんか言ってたような気がしますと。はい、まあ、一応パーッとしてね。さっきの冷たい醤油入れたままだったら何やってんだよってなる。もうこれでクタクタですね。もうこれ十分ですね。はい、できました。じゃあこれを焼くですね。これをここに入れて。いやでも炊事場をきれいにして1ヶ月やっと作りましたね。本当はもう毎日鍋でいいんで、鍋を毎日作るようにしようかなと思ってるんですけどね。鍋を作るとしたらあれっていうのも一応あるのはあるんで、作るのはいいんですけど、野菜の切れ端とかね、あと冷蔵庫の幅を取るのがあんまり好きじゃないんですよね。だからどうしてもこの100円のやつ、それでできる分でいいやみたいな感じになってしまうんですけど、はい、じゃあこれでできました。はい。はい、じゃあできましたね。はい、こんな感じでできました。あとこれとね、ご飯と、あとレトルトの味噌汁をね、合わせて食べようと思ってます。じゃあ、最初のね、料理動画です。濡れネズミです。またよろしくお願いいたします。失礼します。